はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9、2020続きやっていきましょう。7月の最終からと、ナイトスペシャル、引き継ぎ、アリエン、やってます。7月の3週間。脇役らしくですね。脇役らしくは出走。どうなんでしょうね。脇役らしくね。スピードまあちょっと成長してると。はい、くらいか。じゃあちょっと8月まで進めますか。進めよう。絆一つ余ってる。有効深める使っておきますか。奇襲で、そうですね。はい。とりあえずこれで、OK と。よし。じゃあ、ネクスト。あ、ネクストじゃねえわ。オート進行で終わったよ。まあいいか。脇役らしくちょっと見ましょうか。ああ、いいじゃないですか。大丈夫だよ。はい、勝ちました。大丈夫じゃないか分かんないですけどね。人気あってもね、勝てない時多いですから。よし。とりあえず脇役らしく勝ったか。はい、勝ちましたね。あとは、サウンドキーか。あ、これも楽しみですね。デビュー近づいてる。まあ、ブラムトは、まあもちろんね、強いと思うんですが。あ、初めて使います。ブラムト。今までウィッポで使ったことないですね。はい。なんで、初ですね。まあ、Q とかでね、戦ってはいるんですけどね。所有はしてないです。まあ、能力どれくらいかなっていうのでね。まあ、ちょっと、楽しみですけどね。違う。脇役らしく。脇役らしく。賢さ S プラス。ぼちぼちなんか。てかさ、最初ダートじゃん。ねえ、ダート走ってるじゃないですか。それもしゃあないよね。もう完全にミスですよね。よし。まあいいや。はい。じゃあ、行きましょう。まあ、ぼちぼちね。脇役らしくは使っていきましょう。ただ、スピードが B とかだったら、引退っすかね。ブラックキーか。いや、ブラックキーも期待できるんですよ、これ。これもね、期待できますよ。まあ、そこそこスピードもね、あると思うんですけどね。さあ、最速再び来ましたね。ヨハネス・フェルメール、ハイランド・リール。あ、オーダー・セント・ジョージも強いね、結構ね。ただ、いや、たださ、このメンバー、アイバホか。いや、でもこのメンバーならいけるんじゃないですか？能力的に。最速再びなら。はい。一応能力はこんな感じですね。うん。OK。SL いきますか。切れ味抜群のさ、ね、来るかもしれないですよ、最速再び。大物鈴鹿、あと、あとは、キングパートナー。サンドルナリアね、残します。ラストワキア、鈴鹿ちゃんか。まあ一応、それで、いいかな。はい。じゃあ、戻ります。はい。じゃあ、ちょっと確認だけね、して。史実が、あ、この辺ですね。はい。まあ、買わないです。はい。まあ、戦いましょうと。まあ、この辺の馬はさ、まあ、こっから先の馬はさ、21とかになってくると、まあ、変わってますからね、札とかね。銀が、ま、金になったりとかね。じゃあ、行こうか。OK ね。はい。じゃあ、ネクストで。さあ、レッドファルクス。まあ、海外ちょっと厳しいですかね。ああ、勝ったね。あ、ただ、非根幹距離。非根幹距離いらんな。一番人気っすね。そうか、人気はあるか。
で、ハイランドリールか。まあ、キングストンヒルあたりもちょっと怖いですけどね。あ、はい。作戦は OK ですね。はい。差しです。ダイジェスト。まあ、ダイジェストいいかな。すごい。コーナーをカーブして直線コースに入りました。いいんじゃない？どう？来てます？いける？最速再び。もう一度伸び来い。最速再び。いける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 。最強。やっぱりいけたわ。いけましたね。やっぱ強いじゃん、最速再び。あー、ハイランドリールが来たか。オッケーオッケー。まあ、そこまで、その、なんか、バケモンクラスがいたっていうわけじゃないですけどね。でもいいメンバー揃ってますよね。最速再び、これ期待できるぞ、これやっぱり。ただこれで負けたらちょっときつかったよね。こんだけさ、海外もしっかり走らせてきてさ、厳しいよね。オール S じゃないと無理なんかってなりますからね。さあ、サウンド最速と限界突破か。限界突破機種、まあいいか。はい。サウンド最速が、あーでもカリフォルニアクロームとかこの辺に勝てないっすよね。まあ、いきましょう。はい。よし。強かったっすね、最速再び。一応予定はね、はい、こんな感じになってます。凱旋門までは今回ちょっと厳しいね、そこまで進めるのは。はい、とりあえず行きましょう。さあ、サウンド最速は一番人気か。まあ、ちょっと確認しますか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者、意地のぶつかり。来てます。来てるぞ、これは。一気に後続がやってきた。いける。2番手はサウンド最速、カリフォルニアクローム。ああ、やっぱいけんわ。いけるぞって感じは、まあ、ちょっと出てましたけどね。行くぞっていう感じはね。やっぱそうか。やっぱここ勝てないですね。はい、大体わかりました。さあ、限界突破いいね、いいねっていうか、限界突破サウンド系ですからね。これ期待してるんすけどね。でかいとこ取ってくれるんじゃないかと。第4コーナーをカーブして、まず勝ちますよね、ここは。よし。もうここで負けたらもうね、こっちにはもう期待しません。あとは海外取れるかいな。はい。OK、勝ちましたね。さあ、ちょっとコメント聞いてね。まあ、トリプルティアラかな、狙えたらだと。あ、しまった。いや、ちょっと機種ね変えたいですね。限界突破、まあ期待できる予定予定というか期待できる、活躍できます、こいつは。ただちょっと機種を変えたいです。ちょっと見ましょう。1300から2200か。まあまあ いいじゃないですか、使いやすいですね。誰にしようかな。誰いきます？とりあえずまあダートっすね。内パクさん使っとったっけ最近。使ってるか。ちょっと待って、確認しよう。
とここでちょっとサラとか見ましょう。サウンド最速でね。よし、 OK。 使ってないわ、使ってない。よし、ね、限界突破。はい、で、ダートですね。ダートで、アメリカンギャルか。アメリカンギャル、いやでも初戦で戦う人ねえか。ちょっときついな、初戦は。しょっぱなアメリカンギャルきついですね。ちょっとぶつけとくか、避ける。いや、ぶつける。アメリカンギャルに勝てれば、あの、期待できますよね。結構期待できる。ちょっとぶつけとこうかな。2戦目やね。で、この後、そうやね。どうしようかな。その後、あ、この辺から使うか。ね、この辺から使っていきましょうか。ちょっと2周休んで、ちょっときつい感じなんですけどね。ちょ、これでいきたいなと思います。まあ、しっかりね、今の時間使っていくと。瞬発が S、 まあいいっすよね。はい、じゃあそれでいきましょう。楽しみやね、限界突破。ネクストでいいね。さあ、ルドルフクラシック。マジ、ちょっと機種変えたいね。そうか、ちょっとこれ厳しいな。ルドルフクラシック、まあちょっと調子もね、ちょっとこれ厳しいな。ちょっとやめようか。ちょ、もうちょい後にしますか。1800、まあ、この辺いきましょう。で、機種はね、かぶんないようにしたいですね。あとは、ちょっとこの辺使いたいんですよね。それか、ああ、結構ね、上がってますね。結構いい感じに上がってると。よし、これで OK。じゃあ、ネクストで。絆使ってもいい。限界突破ですね。はい。まあ、これちょっと初戦なんで厳しいと思います。あとはサウンド最速で、ウィンクス、サウンドキーがデビュー。サウンドキーデビューか。大物鈴鹿、大物鈴鹿一つ使う？かしげちゃん使っとこう。はい。ちょっと枠一つね、残しとこうかなと思ったんですが、使います。あとは、ダンス鈴鹿は使えないね。はい、使えない。ラストはキアもないか。使うか。はい、使いましょう。シーザリオはないね。いや、ラストはキア2つ使いましょうか。まあ、使っておきましょうかね。はい。よし、じゃあ行きます。ネクスト。さあ、限界突破、これは厳しいですね。はい。まあ、次ですね。次はどんな走りか。あー、これも、うん、勝てないでしょ。同じやろ、これも。うん、そうやね。ウィンクスはどうかな？マジか。さあ、そしてサウンドキー。ま、大丈夫でしょう。はい。ま、大物なんですけどね。期待してます、サウンドキー。
差はほとんどない。残りあと 400m、 長い直線。まあいいね、鋭いね。よし、あと 200m、 サウンドキー、余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はテイキングオール。テイキングオール、この馬で決まりか。先頭はサウンドキー、気づいてなかったです。テイキングオールね。サウンドキー1着、2着はテイキングオール。誰ですかね、テイキングオール。サウンドキー、誰の子や、テイキングオールは。よし、とりあえず勝ち。はい、まあとりあえず OK ですね。まあ、海外持ってきますかね、サウンドキー。ちょっと迷いますね。はい、まあ8月はぼちぼち。まあ、とりあえず最速が強い。サウンド最速来ましたね。あ、これはね、あ、これいけますね。はい、多分これ勝てると思います。あとは限界突破か。これはアメリカンギャルにぶつけました。まあ、どのくらいなんかちょっとそこでもう大体わかるじゃないですか。そんな感じですね。はい、あとグラムとかデビュー。よし、お、誰だ。あ、ダンス塚ね。ダンス塚はまあ期待できますね。ね、サウンドキー、あ、そうか、ブラックキーもね、まあ、ブラックキーここでいいですかね。1800、まあいけますかね。1800、ちょっとやめとこうよ。1600でいこう。はい、もうちょい後のがいいかな。いや、もうこの辺で行きましょう、デビューは。機種はね、ちょっと変えたいですね。機種か。まあ、ウィップ機種大事ですからね。まあ、かぶらないように。まだもうちょい後やね。まあ、かぶっちゃいますね。この辺はね。あ、マイルか。そうか、そうか。マイルやったね。どうするかな。まあ、でもいいよね。乗せるか。はい。いいか。よし。これで。じゃあ、サウンドキーはね。ダートはダメやろ。ダートはダメですよね。海外、まあちょっと使っときますか。まあここは練習です。もう一戦くらい海外登録しますか。そうやね、この辺行ってみようかな。はい、じゃちょっと2戦使いたいなと思います。はい、ネクストで。さあ、サウンド最速、これね、メンバー的に勝てると思います。これ勝てるやろ、こういうメンバーの時は勝てる。サウンド最速どう。最終コーナーをカーブして、分かったわ。やっぱりサウンド最速、先頭差が広がる広がる。やっぱな、今のレベルが分かりましたね。残りでサウンド最速ね。はい、勝ちました。勝ったの嬉しいけどやね。サウンド最速、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや、強敵と戦ってなんぼですからね。はい、OK。特にこのサウンド最速みたいな能力はさ。さあ、限界突破、一番人気か。アメリカンギャルが、でも怖いな。勝てるかな。
はい、ダイジェストで。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ユニークベラ先頭、しかしその差はわずか。あ、でも限界突破良さそうですね。結構一気に後続がやってきた。残り 100m、 リザーブ15、食らいつく。ユニークベラ出まる。ユニークベラ、ユニークベラ1着、次かな。ちょっともう一戦やね、これ。もう一戦ですね。スイッチといきましょう。はい、スピードでも A プラスくらいありそうですけどね。ブラムと余裕でしょ。4コーナーカーブから今年の外出専門誰でしたっけ。後続の足色もなかなかいい。残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はブラムと、2番手は高専モス。ブラムとこの馬で決まりか。ブラムともね、あの凱旋門出走してるじゃないですか。なんでそっちに、まあ、一応持っていこうかなと思ってるんですけどね。と思って育成も結構使ったんですけどね。まあでもこれでも苦しいかな。はい、 OK。 今16年か、16年ってファウンドか。ドーベル3冠、はい。ファウンド、エネイブルですね。OK。はい、当社は嬉しいですね。まあ、これどれでも OK です。ちょっと確認するか、最速再びで、あ、ファウンドですね。はい、ファウンド。まあね、これはもうファウンドが怖いですね。まあ他も有名なやつもちろんいるんですが、まあファウンドですよね、怖いのは。はい、まあハイランドリールとかでもいるんですけどね。 OK、じゃあ、ネクストへ。そうか、エネイブルにぶつけるやつ。ドーベル三冠。ああ、厳しいね。海外、そうやね。ぼちぼちですよね、ドーベル三冠ね。さあ、サウンドキー。まあ、練習ですね、これは。最速再びが、まあ、取れるかどうか。で、ルドルフクラシック、デビュー。ワキアクラシックも、ここは頑張ってほしい。ブラムとまあ海外の方がいいですけどね。とりあえずもう一戦どっか使っとくか。まあここでいいか。ペルシアンナイトか。まあ行きましょうか。はい、よし、じゃあいいです。ここもネクストで。さあ、サウンドキー、まあこれは練習ですね。そして最速再びは1番人気と、まあ、そこそこいけますよね。1600は来いよ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。良さそう。ただそっとのがいいね。あー、ちょっと苦しい感じだこれ。ここからどうか。エルベディア先頭、差はほとんどない。残り 200m を通過。粘ってますけどね。先頭は依然としてエルベディア。めっちゃ組む、厳しい。エルベディア先頭だ。エルベディア1着、レベル高いね。はい、3着と勝ったのはエルベディア、見事な勝利です。 OK、 あとは外旋前ね。さあ、ルドルフクラシックデビュー、一番人気もちろん確認します。4コーナーをカーブして、さあこれからです。スモールシャッセ先頭、これ大丈夫やろ。先頭引き離しにかかる。ボンバテスコ2番手、はい、まあ大丈夫ですね。残り 200m、 先頭はルドルフクラシック。残り 100m、 2番手はボンバテスコ。まあスピードがどうなのか。大きく離れたルドルフクラシック、強い強いルドルフクラシック、圧勝ゴールイン。はい、まあとりあえず勝ちと。1着2着はボンバテスコ、これは桁外れの強さだ。ルドルフクラシック、
まあちょっと聞いてやね、コメント。ああ、いいね。はい。まあ、それはいいですね。まあ、クラシックってつけてるんでね。まあ、どこまで走れますかね。お、ワンキュアクラシックいいじゃん。これも勝つんじゃん。まあ、今年の凱旋門もね、楽しみなんですよね。まあ、やっぱエネーブルと戦いたいよね。お、ワンキュアクラシック。結構いいんじゃないこれ。強い強いワキヤクラシック圧勝ゴールインワキヤクラシック。もしかしてやれるかこれ。これはものが違うワキヤクラシック。できる子かもしれないですね。はい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 。まあ、なんかただ B とか B プラっていう感じもしますけどね。 S プラやったりしてね。お、ルドルフダートか。そしてザリオクラシックですね。はい、ザリオクラシックは厳しいです。これは結構いいんですけどね、今のところはね。これがおそらくスピードが D とかなんですよね。ちょっと厳しいね。はい、ここはまあ絆も使いたい。ドーベル三冠、そして最速再び。うん、まあ強くなりましたね。ワキヤクラシック。パワー S プラス。まあ今のところ完璧ですね。次が、いや、それは無理やろ。それは無理やん。1900から3200。面白いっすね。どうすっかな。1900。まあ、ちょっと休みたいよね。休む必要ないか。ただ焦る必要ないですからね。はい、よし、じゃあゆっくり行きましょう。ルドルフクラシックは1700から2900。まあこれも面白いところ走れますね。ルドルフクラシックいけるか。まあ、このままいきますか。牝馬で菊花賞、菊花賞、まあ、取れたら嬉しいですけどね。サウンドキー、あとは大丈夫かな。はい、じゃあちょっとここ絆、お守りじゃない、大物鈴か、ぶっこもか。よし、ぶっこも。結構いい時間来てますね。大物鈴か、そしてグループ。スペシャルもいいっすよね。あ、ダンス塚か。ダンス塚がいいか。で、もう一つ使うと。鍛えていきますよ、一気に。はい、じゃあネクストで。ちょっとここまで終わらせたいなと思います。ルドルフダートいけるかな？全然でした。ザリオクラシックは厳しいね。はい、ザリオクラシックは厳しいです、これは。まあ、よく頑張った方だと思います。はい、まあ、9月はぼちぼち。ドーベル参加、いきません。
サウンドキー、はい、そしてブラックキーデビューとレッドファルクスと、うん、まあ OK。次回は、凱旋門、はい、しかもさ、そのとりあえず出走させるとかじゃなくて、ま、取れる可能性があるじゃないですか。それが楽しみですよね。次走れるやつちょっといるかわかんないですけどね。まあ、ちょっとやっぱ女王エネーブルとね、まあ、戦いたいですけどね。まあ、ブラムとはもちろんぶつけるんですけどね。まあ、それ以外にもちょっと持っていきたいですね、自家生産までね。はい、まあ、とりあえず今年の凱旋も楽しみましょうということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。